Ikijuku is a facility in Japan specializing in supporting families who are facing the hikikomori issue. Hikikomori refers to families with children who are unable to actively participate in society, have extreme anxiety interacting with others, and have had a long absence from education or employment. It has developed into a major social issue in Japan, with currently over 1.46 million families seeing their loved ones battle social reclusiveness. What are the real-life challenges of these families? This is a documentary series showing real footages of Ikijuku work, how they work to help families confront their raw emotions, real issues, and start their journey towards recovery. ですけど、どんな心境でしょうか。どんな心境？どうなると思います。どうなる？どうなるだろう。明日の連はどうなるか。あ、正直おめきするんじゃないかなって。正直何？暴れて泣くんじゃないかなっていうのも、そうなん先にそっちかな。正直知らない人を来るからなんとかっていう風になるんじゃないかなって。よくあるのは預かって結構短い期間で激変するんですよ。あ、はいはい。で激変すると、あ、この子はここ前もおったんだって言って、じゃあこうしてくれなきゃ、ああしてくれなきゃって求める人もおるんですけど、そうなります？いや、多分ならないと思う。どうしてですか？どうしてレオンのそのままの生き方をできればそうしてほしいって自分で考えて、だから最終的にレオンが一人で生きていけるようにって言ったらおかしいですけど、私やっぱ年齢的にも先に死ぬんだろうなとは今でも思ってるので、やっぱ将来的にレオンが一人で生きていくためにそのいろんな方法なりなんなりを見つけてもらえればなっていうのもあるし。なるほど。まあだとするなら、今レオンがしたようにしとることは許容できない。今やってることですか？今まさにそうですよね、うん、やってますね。できなかったのも OK です。いや、できないことがダメなことじゃないけど、できない理由は何です？できない理由、やっぱ多分私の中でこうしたいっていうのがあったはずなので、レオのことを育てる上で。なるほど。多分今その時多分そういうのがあったんじゃないかなと思います、素直に。じゃあお母さんが大事にしたいことを大事にしてる、大事にしようとしてるってことがお母さんの目から見えて見える、お母さんの心が感じ取れるっていう状況だったらもう OK ってことですね。この子のように。いや、それをだから私この子に対しても多分私がいろいろ助言しすぎたの。まあ、助言になってるなら苦しんでないんですよ、うん、それは助言になってないから苦しんでるわけで、感じてるんで。レオンは嫌なのは嫌だって言って暴れたりなんなりできるんですよね。この子できないんですよ。できないです。したくても僕からしたら一番の被害者はこの子ですよ、うん、被害者だってことを言うこともできないのが被害者だし、本当のな笑ってごまかしとるけど本当に苦しいんだと思いますよ。自分の価値が
高かったらそうはならない。低いからこそ自分なんかより誰かのためって思っちゃってる、ちょっとずれちゃってるんですよね。だから僕はまあ、レインを預かった以上、預かる以上、それは男として育てますけど、そんなことより個人的な感情で言えば春菜の方が心配だし、とっとと解放しちゃってほしいなって思いますね。お母さんが縛りつけてるわけじゃないのは分かってますよ。だけどこの子はそう取ってる。お母さんのために自分を出した方がいいんだぞ。お互いがどう思うかを優先してる、相手がどう思うかを優先してる、自分をないがしろにすることが当たり前になってる。それは親が見せるべき背中じゃないんですって。離婚して例えばなんか貧乏だろうが、そんなどうでもいいですよ。そんなことどうでもいい、生きれとんだから。食う飯がなくても一生懸命自分たちのために一生懸命働いたりしてくれてるお母さんがおる、それ以上の幸せ何があるのって話で、それを別れっていうのは違うかもしれんけど、分からなかんですよね。分からないか、それが恋愛にしても下の子たちにしても与えられた人生だし、もっと言ったら選んだ人生だし、だから何が言いたいかというと、お母さんはいつまでも罪悪感を抱えて罪悪感を拭うためにどうするかっていう選択肢はやめた方がいい。子供はちゃんと親の背中を見て学ぶんで、お母さん自分の人生卑下してますよね。してますよね。そんなことない。この子たちと出会えとるし。でもまあこの子たちいなければ私多分今のような自分ではなかった。そうだからそれで天秤かけたらサロマン弾いたら圧倒的にどっちが上かっても分かっとるじゃないですか。それでいいんです。それを分かった上で新たな、例えば恋愛にしろ何でもいいんだけど、お母さんの幸せを貫くこと、それを分からず貫こうとすることは全然違うんで、今こそ自分が幸せになる、なるべきだって決めて、自分なんか幸せになっちゃうから子供たちのために自分の時間人生を犠牲にして生きなきゃいけないっていう浅い美学にとらえとる場合じゃなくて、幸せになるためにはこうやって生きるんだよってことを見せたるのが本当の教育です。親の心こしらずっていう言葉があるように、子供は親の気持ちがわからんみたいな表現しますけど、親も子供の気持ちわかってないですね。子供ほど親を愛してる人間いないですよ。どんな親だろうが子供のせいにして自分を犠牲するのは違う。で、春菜も親のせいにして自分を犠牲するのは違う。そこで成り立っちゃっとることが問題だっていう話です。だから明日蓮を連れて僕らが行ったあとはもう家族みんなそれぞれ自分っていう役割を大事にしてほしい。本当にありがとうございます。まだ空いてる、有事だ。はい、明日多分さ、カメラを向けられたらちょっとこうどんな反応するか読めないんだわ、その子はね。どうなるか分からんけど、状況でって感じですよね。最初から回さない方がいいですかね。いや、回した方がいい。うん、その全てが必要だと思うね。明日ね。ありがとうございます。ありがとうございます。またお願いします。8時飯にしよう。8時飯で。しました。おやすみなさい。お疲れ様です。まあ、本当に早い子だと10分20分で説得できるんですけど、約束破ったママじゃん、わかる？わかる。でもそこは一回謝ったよね。兄ちゃんたちみんな毎日なんか面白いゲームやってるよ。なんで俺の方が限界だよ。毎日は眠ってたからさ。
お前も限界なんだろ。